日本の次期戦闘機開発において、イギリス、イタリアとの共同開発を発表し、アメリカのロッキード・マーチン社が最終決定において外されることが分かりました。今回は、この日本、イギリス・イタリアの3カ国での F2 の後継機となる次期戦闘機開発について、詳しく見ていきましょう。次期、戦闘機をアメリカ以外と共同開発する理由と、アメリカのロッキード・マーティン社が外れたのなら、なぜ、XF9 エンジンがあるのに、純国産で製造できない理由についても見ましょう。2012年12月9日、日本、イギリス、イタリア政府は、航空自衛隊の次期戦闘機について、3カ国によって共同開発し配備することを発表しました。これまで、日本、イギリス、イタリアでは、日本の次期戦闘機に、AI、人工知能を活用する共同開発の計画の協議を進めてきました。その結果、3カ国で共同し、共通の機体を開発することとなりました。中国やロシアなどの空軍力に対して、その数において劣勢が見込まれ、将来の航空機において優勢を維持するための戦闘機が必要とされています。開発作業はすでに始まっており、最新鋭の F-35 戦闘機などの第5世代よりも、高性能な戦闘機に向けて、レーダーに探知されにくい高速のステルス性を保有し、相手の戦闘機やミサイルを探知する最先端のセンサーを搭載する戦闘機になりそうです。次期戦闘機は2035年頃から順次退役開始が見込まれる航空自衛隊が保有、運用している F2 戦闘機の後継機として2030年頃に生産を開始し、2035年頃までに配備を始めたいとしています。2023年度からは F3 に付随する無人航空機をアメリカとの共同開発を開始する予定もある。防衛省によると、3カ国で共同開発することにより、費用を分担し、開発コストが抑えられ、各国の技術力を集結できるとしており、優れた戦闘機を効率的に作れるとしています。日本がイギリスとイタリアを共同開発パートナーにすることには少なからず、問題を含んでいるとする見方もあります。当初、アメリカのロッキード・マーティン社の名も、提携先として選定が見込まれていましたが、太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機において、これまでは、アメリカ製の機体を日本国内の企業が製作に応じる形で調達する事例が多かった。これまで航空自衛隊の運用機については防衛政策上必要に応じて装備の調整がされていますが、今までの調達実績では米軍の航空機であると前提で開発されてきた F-35 などアメリカ製の機体を日本の企業が方針を受け入れる形で使用許可を得て調達していました。それを踏まえて、今回のようなアメリカの影響下からの自由を選択した経緯がなく、今回の選択においては疑問視する声もある。しかし、先の F2 戦闘機開発時の段階において、国産機開発を計画していた時のような独自開発の要求はなく、これまでとは、状況が変わってきている。だが、航空自衛隊の次期戦闘機の開発において、現代の戦闘機に必須のレーダーにキャッチされにくいステルス性を国産で実証実験機を製造し、航空自衛隊に導入されることはなかったが、国産で製造できたことに多くの期待が寄せられました。2010年から、研究開発された XF9 エンジンは、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力やステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、2018年に
IHI 社が防衛整備省に納入しました。日本では次期戦闘機を実現するために様々なコンポーネント技術を研究、開発しており、その中でもステルス実験用の航空機は32回もの飛行実験を行っており、機動性やステルス性の検証を行っています。このように、戦闘機を開発するために必要な高ステルス性能を装備した、機体や搭載するエンジンなどの分野において、国産の材料や技術を有しているだけに、今回の発表には、多少、残念な感もあるが、世界的に通用するレベルでの戦闘機としての完成には至らなかったとも言える。しかし、機体の開発には、日本の三菱重工業が、主契約者となり、性能を左右する最重要要素の一つであるエンジンは、日本の IHI が担当し、レーダーなどを担当するのは三菱電機であり、他の日本企業などが参加して、これまでの経緯において得た、技術により開発する計画である。これまで日本が導入してきた戦闘機は、アメリカが開発に関わっており、そうした動きは、戦闘機のみにとどまることなく、太平洋戦争後、アメリカ製を配置している自衛隊としては、当然のように、当初は、アメリカ企業との協力を模索していました。そこで、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を製造している、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援をと、共同開発を視野に入れていたとされていました。もちろん、そうした動きは、これまで、太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機において、アメリカ製の機体を、日本国内の企業が、製作に応じる形で、調達する事例が多かったことからしても、それに、ホウラウノが、自衛隊にとっても低リスクであることは、紛れもないことであった。しかし、今回は、イギリス、イタリアとの共同開発に決定したことから、ロッキード・マーティン社との契約はないと明らかにしました。アメリカ側としては、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング 2B で実現している第5世代戦闘機が、今回、日本の航空自衛隊が開発を進めている次世代戦闘機の能力が、その延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方もあります。防衛省は、次期戦闘機をアメリカ以外と共同開発する理由について、アメリカは、日本と同じ時期に戦闘機を共同開発する計画がなかったとしていますが、アメリカとしては、お互いのパートナー国である。イギリスやイタリアと日本の次期戦闘機の開発に関しての協力はもちろん、同盟国やパートナー国間の安全保障や防衛協力を支持するとしています。日本の航空自衛隊がこれまでに生産した国産の F-2 戦闘機の総数は98機であった。これをすべて次期戦闘機に、同数の90機前後を調達する計画となる可能性があると考えられている。アメリカは、今でも、多数の西側諸国に対し、第5世代戦闘機の F-35 ライトニング 2B や、その前の世代機である F-16、ファイティングファルコン新型の V 型等を多数供給しています。F-16 ファイティングファルコンは、導入予定のものを含めば、生産数は5000機を超える見込みで、次世代戦闘機の数は F-16 に比べればわずか数パーセントと少ないということになります。このような生産量という観点からの効率化に加えて、アメリカでは NGAD、ネクストジェネレーションエアドミナンスにて新たな概念を探していることも影響を及ぼしていると思われる。アメリカ空軍によると、かねてから計画されていた第6世代戦闘機 NGAD、ネクストジェネレーションエアドミナンスプログラムが開発段階に入ったと発表しています。NGAD とは、
第5世代戦闘機 F-22 の後継機となる第6世代戦闘機で、有人機、ドローン、AI センサーを補完して、脅威を免れるシステムを開発する計画であり、2030年代には、F-22 と交換開始を目標にしています。2023年には、F-22 は、33機が退役を迎えるとしており、これによって削減された維持費用を NGAD の開発費用とすることにしています。退役した F-22 の補充として NGAD の配備まで F-35 を1700機以上調達される予定です。さて、日本の次期戦闘機開発について言えば、イギリスやイタリアの技術はアメリカと肩を並べるほどではないとはいえ、日本の技術よりはるかに高く、共同開発を行うことは、画期的な取り組みだとも言えますが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して、有効かは、定かではないですね。イギリスは、BAE システムズ・テンペスト、戦闘機開発計画を先行していっています。テンペストは、現在のイギリスは、空軍主力機ユーロファイタータイフーンの後継として、BAE システム社を中心に計画まとされていています。日本が、防衛装備品を、アメリカ以外と、共同で開発するのは初めてで、このテンペスト計画の開発には、イギリスの防衛大手企業である BAE システムズ社が開発の主体となります。その他に、イギリスの航空機エンジン製造大手のロールス・ロイス社、イタリアの航空、防衛大手レオナルド社などが参加しており、イタリアのアビオ社も加わる可能性があるとしており、ヨーロッパを代表するプロジェクトと言えるでしょう。現在、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム GCAP というプログラムという日本の次期戦闘機計画とイギリスとイタリアに手進行中の BAE システムズテンペスト開発計画を統合して共通の機体を共同で開発し配備するとしていることから総じて日本と戦闘機を共同で開発することに対してイギリスでは歓迎ムードにあります。現在日本は経済力において世界第3位であるが、第1位、アメリカの約25兆ドル、第2位、中国の約19兆ドルに対して、日本は約5兆ドルと大きな差があります。そこで、開発に必要な多くの費用を当てにしているとの政治的な見方があるが、それに対して日本が喜べるかどうかは釈然とはしない。